んばんは。今回は9月14日リリース、ストライカーズ1945やっていきます。今ねシューティングゲームです。ちょっとねかなり昔のゲームみたいなんですね。それの、まあ、リメイクみたいです。やっていきます。はい、あ、戦闘開始。はい、あ、選ぶのかな。なるほど、これがいつかはちょっとわかんない。 F22 とかなかったんじゃないかな、その当時は。あったのかな。じゃこれでいいや。いいね、やば。あ、これ横に動かすだけ。あー、なるほど、横と縦はいける。ちょっと難しくないこれ。やばやば、HP ってあるのかな。これちょっと見ていいやつ。 HP はどこ見ていいかがちょっと、もう当たったら終わり。あ、シューティングなら完全に。おっと、はい、あー、これね。はい、強力な攻撃が必要な。 OK、 分かった。あ、画面素早くタップ。はい、やめて。やばくなったら押せばいいのね、とりあえず。やばい、やばくないこれ。ちょおお、もうちょっとだ。でもパターンがあるからね、こういうのって。これはあれだな。あ、よかった。なんだ。これ何、レベルアップ。経験値獲得するとレベルアップか。ランダムに表示されるスキルのどれか一つを習得できる。なるほど、うわ、いっぱいあるぞ。スキルを選択。はい、はい、やばい、やばい。たようなさっき。あ、でも何個でもいけんの。わ、なんか強力になったかな。これでレアリティなんでしょうね、下の。ガンガン出るな。わ、これなんか良さそう。多分こんなんなかったんでしょうね、その当時は。ちょ、これかな。やばい。あ、なんかバリアみたいになってる今。いいよ、いいよ。なんか、ちょっと強力だな。やばい。あ、俺の HP あった。画面の一番上の。あ、やられた。あ、違うんだ、これ HP じゃないんだ。あ、わかった、画面の、あ、はい、コンティ。画面の一番上かと思ったら違いました。じゃあ当たったらダメじゃん。やばい。いや、広告見たらいいみたいですね。いや、もういい、諦めよう。いや、面白いんだけど、ちょっとあれだな、ちょっと苦手だな、そもそもシューティングが。あ、なんか、はい。多分、全然違うんでしょうね、作りは。グラフィックは昔のまんまで、こういう、なんか、いろいろできてますね。なんか、さっきのアイテム取るところとかも、多分、なかったんじゃないかな、昔は。
てやめて。ああ、これいいね。やばい、やられそう。使ってないんだよね、まだ。使うか。こんなんなんだ。有力だもん。あ、で溜まっていく感じか。使わないと損だね。 100% にしたら使えるとか。今 15% ぐらいかな。違う、 10% でいいのかな。あ、いいみたいですね。じゃあ溜まったらどんどん使っていった方がいいかもしれないですね。ちょっとなパターンっぽいな、これは。やばい、ここここやばい。パターンと思ったけどやばかった。こんな HP が、 HP ないのかな。自分もう当たったら終わりなのかな。この一番上の青のゲージは経験値みたいなんですね。自分のレベルみたいなのがあって、当たったらダメっぽいっすね。出せ、また技が出せそう。溜まってる。あ、違う、こっちやった。まあいいか。コインは何に使うんだろうね。コインみたいな。また 100% になったら使えるみたいな。やばい、これさっきやられた。 OK、 なんか出るぞ、技が。技っていうか、なんかこうCB 弾みたいなやつが出てる。燃料タンク、はい、強化。 HP ってことかな。レーザー、はい。なったな。やばい、戦車もいるぞ。はい、機体を強化したのかね。よそ見してたらやられました。やばい、やめて、やめて。あ、あ、いい。お、技使えるわ。ここは使わないと。これかボス。こっちはもういきなり。早かったかも。あ、わかった。自分の HP は自分の飛行機の下に赤いバーが出てる。それが HP だ。これ自分の機体の下のこの赤いバー、これが HP だ。自分の、じゃあ一発じゃない。あ、使おう。使わない。ちょっと、うぃ、厳しい。ちょっと、クリア。おお、やったー。かなり面白いですね。これシューティング好きな人、あー、チャレンジメニューオープン、はい。どっちか、こっちなのか。2つ押せって言われてるけど、まずこっち、こっちか、はい。合成、はい。あ、飛行機を合成できる。お、お、強くなった。なるほど、ノーマルからレアになってみたいな感じかな。こっちなんか出てんだよね、ここメニューが。こっちが先か、は
あ、はい、ログインボーナス。で、他は来たメニュー。スタートでいいのかな。これなかなか面白いな。HP は自分の飛行機の下ですね。赤いバーが自分の HP みたい。おお、多分こんなんもないんじゃないかな、昔のゲームで。かなりいいよ。なんかこう、レトロっぽい感じで、レトロな感じと今の感じがこう、ちょうど合わさった感じでいいですね。これ、面白いんじゃない？何も考えなくていいっていうのがいいかも。これは当たりかもしれないですね。久しぶりにシューティングとかほとんどしないけど、これはいいかも。縦だし、もう避けるか上に行くかしかないし、やっぱ一応自分の飛行機にも HP があるみたいだし、そこだけ気をつければいいしっていうので、なんか楽か。必殺技使えるじゃないか、使っちゃえ。かなり面白いですね。これは当たりだと思う、久々に。やられちゃう。取りたいんだけど。OK。あ、シュリーいいね。 HP 回復するんだ、これ。2発、はい。あともう1回じゃない、さっき2個取ったけど違うんだ。ここ使う、使いどころ。いいね。あ、もう1回いける。使う、使いどころ、ここは。さっきなんか撮ってたな、2回使えるって。それだったのかな。ミサイル4発発射、はい。なんかこう追尾も出てるんですよね。なんか追尾のやつが来た。攻撃プラス 5% か。まだたまんないわ。もうしょうがないね。ミサイル、はい、6発発射。いいね、これは。あ、うわ、やばい。必殺技がない、今。 HP 減っていってる。これ苦手、これ。おオッケー。あ、なんかついてるぞ。あ、違うんだ。ついてる、ほら。おっ、来た。これか。必殺技使っちゃうぞ。いけー。強力。だな、これ。強力。避けれないぞ。オッケーオッケー。しかもあんまりやられてない。クリア。おお、なるほど。撃破率とかがあるんだ。 100% はちょっと無理ですけど、94ってなかなか自分としてはいいと思う。あ、なるほど。あ、次のチャレンジこれか。なんか決まってることはないのかな。これしなさいみたいのはないのかな。すぐに獲得、はい、はい。あ、メール来てる。何かもらえるものがあるぞ。あ、いた、簡単。ガチャみたいのはないのかな。予
どれがガチャかちょっとわかんないけど。結構面白いですね。ちょっとドットっぽい絵もいいし。経験値、この体力みたいに使うんだ、これ。これが普通のマップで、さっきのはチャレンジだったっけ？ちょっと慣れてきた、少しは。また使いたいんだけど、ガンガン。使っちゃうぞ。溜めてる。どれぐらい進んでるかっていうのは分かんない。一番上の青いバーは経験値みたいですね、自分の。経験値でレベルのバーみたい。やばいやばい。なんかこう追尾してくれるやつ欲しいな、ここは。HP だいぶなくなった。何か欲しいっすね。スロットで何かに行こうか。来た。回復がいいんだけどない。で、追いかけてくれるやついいんだけど、楽だし。回復はエンジン強化か。ああ、バリア発動っていうのがあるな。これいいね。HP 少ないので、うん、ありがたい。いや、今こういうシューティングないですからね。むしろ新鮮でいいかもしれないですね。昔の感じだけど、メニューとか今風な感じで。誘導か。ディスク2枚。ディスクって何？わかんないよ。これか。ああ、なるほど。いいね。これダメージを受けてくれるやつじゃない？これも。いい。あの、これ。ガードしてくれてる。あ、もうなくなった。やばいな。そうか。回復が欲しいと。あの、誘導して、ミサイルみたいなのが良かったね。バリア、いい。あ、いいね。ダメージマイナス40%、いいね。なんかボス来ないかなって待ってんだけど、ここでちょっと使うのもったいないしな。ちょっと自分の飛行機の HP はもうない、あんまり。やば。ダメージが。これなんだい？獲得範囲、獲得範囲、獲得。なるほど。あれだ、アイテム拾ってくれる。強敵の部分が。あー、ここで使いたかった。ちょっと、あ、でもいい、いける。あ、やられた。オッケー、コンティニューしちゃおう。あれ、あれだな。なんか、お金みたいなやつは、最終的に、石みたいなの使ったけど、課金になるのかな、なくなったら。いや、結構これ面白いっすね。悪くない。これ、結構好きですね。途中ですけど、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。